映画ドラえもんシン、のび太の宇宙開拓史は、2009年3月7日に、公開された、日本のアニメ映画、藤子、F、藤尾の漫画、ドラえもんのび太の宇宙開拓史を原作とし、腰重尾が監督、辛抱祐一が脚本を務めた、映画ドラえもんシリーズ通算第29作、第32回日本アカデミー賞では、 アニメーション作品賞優秀賞っぱなし受賞した。通算第29作で、テレビアニメ第2作2期声優人としては、第4作目。1981年に公開された、ドラえもんの帯田の宇宙開拓士のリメイクだが、ドラミア、新キャラクターの登場といった、設定変更により、クライマックスシーンをはじめ原作や旧作にない、展開が複数加えられている。 テレビ朝日開局50周年、テレビアニメ30周年記念作品。新、のび太の宇宙開拓市長漫画外伝が、岡田康則によって執筆され、月刊コロコロコ,ロコミック2009年3月号から2009年4月号まで連載された。映画満足度ランキング第1位を獲得、観客動員ランキング初登場第2位という、高評価を得ている。 ただし、同時期に公開された、ヤッターマンの影響もあり、第2期の作品としては初めて興行収入が30億を下回り、第2期の映画作品では最も興行収入が低い。2009年第32回日本アカデミー賞では、アニメーション作品賞の優秀賞を受賞した。本作では、アバンタイトルで、伸びたがドラえもんと叫ぶシーンが、 ドラえもんのび太の新魔界大冒険7人の魔法使い以降2年ぶりに描かれた映画のエンドロールが終わった後にはドラえもんのび太の恐竜2006から恒例となったおまけ映像があり内容は海の中でドラえもんが2010年の映画公開の告知をしその後ろを人魚のシルエットが通り過ぎるというものだった他にも自作は漫画原作40周年及び 映画30周年であることが紹介される。2009年7月17日のテレビアニメの放送で、正式に映画、ドラえもんのび太の人魚大会戦と発表された。ドラえもんのび太と緑の巨人伝公開時に引き続き、テレビで公開直前スペシャルと称した1時間特番が、公開1日前の3月6日に放送された。2009年3月20日放送の、 ドラえもん30周年スペシャル決定。心に残るお話30で、さようならドラえもんと共に放映された映画の外伝エピソード。この話がきっかけで、バカラはギラーミニを呼び寄せることを決意する。ゲストキャラクターは以下の通り。2008年に小学館の自動詞連合企画として、 荒野公野性の動物を考えて応募する宇宙の仲間コンテストが行われた DVD スペシャル版の映像特典荒野公野性動物図鑑で紹介されている定期検診をサボっているドラえもんを未来に連れて行くために登場その後定期検診の結果を報告に来た際ママの頼みで静かと共に伸びたのを目付け役を担う 旧作では一騎打ちのシーンは映像化されていないが、本作では映像化されている。前作、のび太と緑の巨人伝から引き続き、今作も歌詞が、アニメーションの一部として組み込まれている。日本アカデミー賞公式サイトハット amazon.co.jp 映画ドラえもんシーン、のび太の宇宙開拓誌スペシャル版、DVD ドラえもん映画作品。ありがとうございます。